卒業入学の壁面をお花紙を使って飾ってみました。まずはしだれ桜です。お花紙とセロテープで作っています。両端、真ん中、その間、そしてまたその間と貼っていくとバランスよく貼ることができます。下の方にはアネモネの花を貼りました。黄色い大きな蝶々を飛ばせて、紙テープを貼ったら、そこにおめでとうの文字を引っ掛けていきます。真ん中から引っ掛けていくとバランスよく配置することができます。紙テープをカールさせて、白い小さな蝶々を飛ばして完成です。おめでとうの文字を一直線にしてもいいですね。一つ一つの素材の作り方はコメントの URL から開いてみてください。配置は飾る壁面に応じて工夫してみてください。